して探すぞ。ちょっと何ぼーっとしてるの。ええ、少し変だなと思いまして。変って？何がいる？ママってこんな風に衰弱するものなんでしょうか。そりゃするんじゃないの。実際サルファがああなってるんだし。私小さい頃に猫を飼ってたんですけど、その子が亡くなる時にちょうど。フィルの声。行きましょう。すごい声だったけど、大丈夫？花、見つけたんだけど、あそこ？かなりの数だ。どうします？決まっておろう。止めて相手してやる。待っててね、レイ君。うん、みんな気をつけて。まだな。また出た。
今は相手をしている暇はありません。何よ貴様ら、俺たちはな。はいはい、熱くならないな。こっちはこっちの仕事しましょう。助けるように言われたんだ。さっさと花を取って帰れ。先輩、また何か企んでいるのでは。信用ないね、私ら。今までが今までだから仕方ないけど。この状況で企むもクソもあるか。早くしろ。あ、はい。取りました。礼を言われる筋合いはないからな。そうだな。お前らだけでは荷が重くろう。見くびるなよ。それに貴様らと一緒に戦うなどごめんだ。そんなこと言って結構ギリギリなんじゃない。うるさい。喋ってる暇があるなら早く帰れ。あの人たちの言う通りです。今は一刻も早く。すみません、先輩。逆に助けられるなんて格好悪すぎだろうが。意地張っちゃって。そういうの嫌いじゃないけど。無駄口叩いてる余裕はないだろう。たまには真面目に戦え。そうだったわね。早かったね。先生、取ってきたよ、月の花。うん、間違いないね。それじゃ、早速薬を。あれ、サルファはどこですか？ああ、サルファなら。ここにいるわよ。心配をかけたな。よかった、治ったんだね。一安心ですね。見ての通りよ。もう薬は必要ないわ。そのようで。しかし、どうやって治したんだい？1時間ほど点滴を。点滴？
何の薬を？何でもいいじゃん、治ったんだしさ。先生、ありがとうございました。私にとってもこの猫は意味のある存在だから。え？それと勘違いをしないで。今は持ち直したけど、残された時間は変わらない。イゾルデ先生のおかげでサルファは元気になった。なんだか先生はサルファのことを知ってる口ぶりだったけど、それに先生が最後に言った言葉、なんだか不思議な予感がする。嫌な予感とは違うんだけど、何かが起きるような、起きてしまうような。まだやってるの？君か。邪魔しに来たなら帰ってくれ。いい加減諦めて研究所なり学園なりに戻ってくれば。戻る？何のために？奴らの嘲笑を浴びるためにか。かつての天才錬金術師様の落ちぶれた様を奴らに見せて回れと。心配してるのよ。不要だ。これは私自身のためにやっていること。私にはもうこれしか残されていないんだ。おはよう、ヒロ。おはよう。なんだか元気ないね。うん、ドナル先輩、卒業しちゃったなって。やっぱり、いなくなると寂しいね。賑やかだったもんね。今度は、私たちが先輩の代わりに頑張らないと。ルナル先輩の代わりは難しそうだけど。おはよう。はいはい、席に着いて。さて、今
日から君たちも3年生だ。これまで以上に勉強に励み、責任を持った行動を心がけるように。とまあ、お決まりの挨拶はこのぐらいにして、今学期は進路相談をするから、みんな真面目に将来のことを考えてくるように。進路相談だって。ベイン君、何か考えてる？ザンザン、進路か、どうしよう。最後に、こんな時期だけど、このクラスに一人お友達が増えることになった。みんな仲良くしてやってくれ。え？あれ？ウンナルダムだ。よろしく頼む。要するに留年したってこと？肥料の狭い学園だ。たかだかテストを全教科すっ飛ばした程度で。教えてくれなかったんですか？ちょっとしたサプライズを与えてやろうと思った。笑い事じゃありません。アトリエの先輩が留年なんて、とんだ恥さらしですよ。やれやれ、少しは静かになるかと期待していたのですが。あらあら、いいじゃない。やっぱり賑やかな方が楽しいわ。まあ、そういうことだ。あと一年面倒を見てやるから、ありがたく覚え。でも、みんな嬉しそうじゃない？ないない、そんなこと絶対ない。たくさん取れたよ。はい、材料取ってきたわよ。
ー